ノラと王女と野良猫ハート。何よ。この辺りで人が多く集まる場所はないかしら。その方がたくさんの死を作れるからよ。学校？何それ。連れて行って。私、勉強が好きなの。だって新しいことが知れるでしょ。私の家にも書庫があってね、一日中読んでいたわ。どれだけ読んでも読み切れないほど魔導書があってね。あなたは魔導書を知っていて？ダメね、書物を原っぱに捨てるなんて。地上の人は本に対する敬意が足りないわ。一体何の魔導書かしら。見て、少しふやけてる。ちょっと何をするの。それはつまり禁断の魔導書ということ。なぜ。なぜ隠すの？それもそうね。でもね、ノラ、習得されると厄介な魔法は天界も地上も全て隠していると聞くわ。あなたは私に隠した。つまりあれは禁断の魔導書なのね。言い当てられたって顔してるわよ。あなたってわかりやすいのね。でも残念だったわね。私に習得できない魔法はないのよ。これ研究材料にいただくわ。なるほど。ゆっくりとページをめくる女の子の姿を見ながら、ノラは自分が初めてエッチな本を読んだ時のことを思い出していました。怪しくも不思議な魅力を持ったその書はまさに禁断の書。その書を開くにはたくさんの詠唱が必要でした。あ、いや、たまたま目に入って捨てろって頼まれて、これ兄ちゃんのなんだよ。とそうなんだ。魔導書だ研究だなんだとよくわからない言い訳をしているけど、この子も本当はただエッチな本が見たいんだと。確かに朝から女の子がエッチな本読みたいですなんて言えないもんな。そっとしておこ。ノラは優しい瞳で分かった気持ちになるのでした。
画でラフが描かれるのはわかるわ。でもこの絵画はラフがその描かれすぎよ。そういうもの。じゃあなぜこのラフを見ていると恥ずかしい気持ちになってくるの？ちょっとあなた、なんて書いてあるのか読んでみて。いいから早く。図形は理解できるけど、文字は読めないのよ。ほら、あなた読めるのでしょ？詠唱してみせなさい。早くしなさい。私の言うことが聞けないの？ええ、早くして。どうしたの？いつでも平気よ。覚悟はできてるわ。パトリシアにせかされながら、ノラは適当なページを開こうと思いました。ところがどっこい、見開きで2ページ、フィニッシュページを開いてしまいます。そして彼は月刊バター足ミルキー122ページ見開き大ゴマのセリフを詠唱しました。時が止まりました。二人の間にもう説明の必要はありません。赤ちゃん、赤ちゃんって言った？間違いないの？あ、近づけないで。ダメよ、関係あるわ。諦めないわよ、私は。だってこれは命について書かれている。赤ちゃんって命でしょ。ほらほら、やっぱりそうよ。ほら、私の目に狂いはなかったのよ。これは命の魔導書よ。伝説と言われていた命の魔導書、まさかこんな形で手に入るなんて。でも手ごわいわね。一秒たりとも見つめていたくないのはなぜ？恥ずかしい。まさか私に習得できないものなんてないわ。恥じらいごときで読破できないなんてあるはずがないわ。待って、一つ聞いてもいいかしら。あなたは恥ずかしくないの？この魔導書に目を通すこと。やるじゃない。あなたは持ってないの？歯切れが悪いわね。どっちなのよ。どうすれば同じものが手に入るの？あるの？買って、お願い、買って。ノラと王女と野良猫ハート。
しょうせ。色々な種類があるのね。これはできるわね、地上の民。見て、封印されているわ。同じものにするわ。何度は？高い魔力でしか制御できないものほど上級になるわ。上級はないの？ならいいわ。手ぬるいものを読んでいる時間もないし。あ、ノラパイ。シャーセー。朝晩っすよ、5時8時。え、マジっすか？振り替えじゃ。時間私しかいないんすよね。次の人が遅刻みたいで。誰かの遅刻がこうして誰かの遅刻を生むんすよね。あるある、遅刻無限連鎖。ノラパイも一緒に遅刻しませんか？何急いでんすか。私がこの会計をゆっくりやることでノラパイも遅刻に道連れだい。あ、この男、絵本買おうとしてる。温めますか？お盛んっすね。はい、わかりやすいカモフラ入りました。言い訳の数だけ男が下がりますよ。本当は？にしし、黙っててあげますから。本当は何に使うんですか？プレゼント？くずいな、マジでくずいな、この人。もっとマシな言い訳してくださいよ。あとこれ私へのセクハラですからね。食料を貯蔵しているのね。何かしら、ちゃんと手に入れられたの？わ、レイヤー、知り合いっすか？え、もしかして？わざわざこんな本買いに？ノラ、私何度も言ったわよね、この本を手に入れたいって。うわぁ、マジじゃないっすか！ノラパイ、私どうすればいいんですかね？でもそれって…何かしら？私、理解ある方なんで。理解？貸し1っすよ！ちょっと、ノラ、あがした。
ご苦労ね。いただくわ。封印は解いたのね。待って。その前に詠唱して。唱えるのよ。頭から詠唱して。覚えるから。何度も呼び止めてごめんなさい。でも気づいたの。あなたと話していると気持ち悪さが減っていくの。さっきまであんなに気持ち悪かったのに、今ではそんなことなくて。ええ、だんだん良くなっているの。でもまだ完全じゃないから、だからもう少しそばにいてくれないかしら。別に嫌ならいいのだけれど、知らないことを一人で学ぶのは得意といえば得意だし。